前ね、ほら、味方にすべき人と味方にしちゃいけない人、で味方にしちゃいけない人って大きく分けて2ついて、まあ、あんまり頭が良くないというか、皆さんがそれを味方だと思って頼っちゃうと、結局皆さんが自分の仕事が増えちゃったりとか、手間が増えちゃうっていう頭の悪い人と、あとは、敵ですね。いわゆる皆さんに害をもたらす人。だから皆さんにとって無能な人と害をもたらす人っていうのは当たり前だけど味方にしちゃいけないんですが、こういう人でもやっぱり味方がいないと人って怖くなっちゃうんで、まあ、溺れるものは藁をもつかむじゃないけど、味方にしたくなっちゃうんですよ。どうでもいい人でも。で、こういうふうにどうでもいい人を味方にする。あるいは自分に害をもたらす人を味方にしないで済むための方法っていうのは、味方と敵を見上げなくちゃいけないよねって話をですね、結構前にDラボの方でしたんです。で、よく信用できるかできないかっていうのを相手が裏切るかどうかで決める人いるんですが、裏切りって必ず起きます。というか、誰でも人を裏切ります。当たり前なんですが。人が誰かを裏切るかどうかっていうのは、その人の性格とかじゃなくて、基本的にはその人が、を取り巻いてる状況で決まっちゃったりとかするので、なんかその、他人を裏切りやすい状況にいる人と、つるまないというか近づかないっていうのが、結構重要なポイントにはなってくるんですね。まあ、その辺のお話をしたと、いうのが、この本になりますんで、よかったらこちらの、デビッド・デスノさんの、ね、本もぜひ合わせてチェックしてみてください。私の通っていた高校ではパーマは高速で禁止だが、ストレートパーマは OK でした。チリチリ学でまっすぐが正義という考え方が疑問です。当時、細木和子のズバリ言うわよっていうテレビ番組でも、髪の歪みは性格の歪みと言ってました。天パの私は人として終わってるんでしょうか。ちょっと細木和子さんはアフリカに連れてってもらっていいですかね。まあ、ちょうど南アフリカの動画上げましたけど、南アフリカのソエトっていう地域に行って、髪の歪みは正確な歪みだっていうのを、まあ、あそこ英語通じるんで、英語で言っていただけると、なかなか面白い展開になると思うんで、っていうぐらい、頭の悪い人って世の中にいるんですよ。で、頭の悪い人が言うことを真に受けるのって良くないと思うんですよね。はい。オバマ大統領も髪チリチリですよ。オバマ元大統領ですけど、オバマ元大統領、アメリカの代表だったわけですから、大統領ですよ。で、要は、アメリカのトップにしたいと思って、多くの人が、アメリカの過半数の人が投票したわけじゃないですか。で、それが性格歪んでるっていうのであれば、オバマ大統領が性格歪んでると考えるのであれば、それ言ってる人の方が性格歪んでると思うんですよね。まあ、トランプ大統領は歪んでると思いますけど、はい。ちょうど降りてきた、これピコっていうね、うちの、最後にうちに来たというか、まだこれから来るかもしれませんけど、にゃんこはいるんですけども、この子何がすごいかっていうと、この子捨て猫なんですよ、もともと。みんなうち捨て猫なんですけど、で、この子、3ヶ月、生後3ヶ月ぐらいの子猫の時に、引き取られたんですよ。他のうちに、うちじゃないところに。で、引き取られたんだけど、その引き取られた先で、どうやら問題が、あったようで、一回ね、戻ってきてるんですよ、保護施設に。で、心配だと思うんですよ。やっと住む場所が見つかったってなって、多分2、3ヶ月ぐらいその家にいて、半年ぐらいでこの子、保護施設に戻ってきちゃったんですよ。で、外に出て戻ってきてるから、変な病気を持ってるといけないんで、隔離されていたんですよ。で、この子どうしたかっていうと、隔離ケージの中に入ってたんですよ。一匹でね。で、僕はその前を通ったら、この子この手。この手です。この、ちょっと、ビコ、この手。はい。で、この手で、僕の袖を、ここの袖を、ピッて掴んできたんですよ。両手で、パシッて。ケージから一生懸命手を伸ばして。で、それで、僕の素材を掴んだことによって、あ、じゃあうち来るって言ってこの子が来たんですよ。もう言いたいこと分かりますよね。今日はですね、この放送では、おなじみのぬこ様みこ様の、出身地っていうんですか、出身なんていうんですか、で、ね、出身キャットシェルターの、東京キャットガイダーさんにお邪魔します。久しぶりって言ってます、はい、ちなみに猫ってそうで、今日はちょっとこのリンクも出てるんですけど、本をまたね、これ今度、今回東京キャットガーディアンさん、監修ですね。執筆は富田園子さんの動物ライターの方が、なるほどなるほど、企画もやっていただいて、あれ前に本も出されてましたよね、はい、猫を助ける仕事、猫を助ける仕事、すごいタイトルの仕事も出してますけど、今回はハウツー本で、見回すと拾っちゃったりもらったりする方がとても多い猫なんですけども、拾い方の本がないよねっていうことで、確かに、どうやって助けるのかとか、助けてからどうしたらいいのかとか、里親募集の仕方とか、大きい猫を捕まえるときにはどうやったらいいとか、すごい、これでも普通に野良猫じゃない人も使えますよ。だって見て、ほら、ちっちゃいとき誕生から0週目とか1週間とか2週間の場合はこれに気をつけましょうとか、3ヶ月とかね、うちのみこさんももらったときは3ヶ月でしたけど、どうすればいいかとか、遊びが活発になるとか、爪が出し入れできるようになるとか、結構細かく書いてあって、猫を育てたいという人は絶対これ切り抜きいかがだったでしょうか。
この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それではバイバイ。